Google マップストリートビューで散歩しようということを思いついたので、まずはお試しに都立浮間公園やってきた。この画面の奥に見えているのが広場が、ロータリー、その向こうが船戸駅、船の渡るという書いて船戸駅。だいたいあそこら辺まで俺自転車でいつもあの、なんだあれは何川だっけな、なんとか川を伝ってそこら辺あの駅前あたりまで自転車で来て、でここ横断歩道、この白い服の赤い車が止まって待ってると、横断歩道を渡ってこう来るとここがコンクリートタイルが敷き詰められた 大きい広場、ここが、浮間公園。ちょっと看板見てみよう。浮間公園、これがメイン入り口。広いよな、入り口だけこれなんだもん。ここでね、前このタイル面で、キックボードを滑ったことあるな。ちょっとあのタイルだと節目節目このつなぎ目があるんでちょっとガタガタするんだけど、インラインスケートには向かないけどキックボードはまあまあ滑れたかな。広々としていて、でまあここを来ると大抵一周するんだけど、自転車をどっかに置いて、えあれ矢印消えちゃった、ああった、うかつに触るとまだこれ、いちいち矢印を押すのが面倒といえば面倒だな。自動に進んでくれない。お、なんか若いお母さんが赤ちゃんを連れて散歩しちょるしちょる。反応が鈍いな押してもすぐ効かない。でどう来たんだっけかな。うん、そう、ちょっとこっちへ進んで、うん、読み込みになんか読み込みに時間食っちゃってる。もっとススッといかないもんかね。おいおいなかなか表示さんそしてまあこっちに行っちゃって、うん、左に行けないのか。じゃあまあこっち行くしかないのか。行ってみよう、どん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 行ってみよう。池の周りを歩いていくわけさ。あ、もう行けねえのここで終わりなの、この道路は。右に行きたいんだけど、右に行く方法はねえの。あ、そうか、もしかしたらストリートビューカーがここには入ってこれない。でも人力で背中に担いでいくとかいうのもあるらしいから、人が入れれば公演集ぐらいできそうなんだけどなまあ文句言ってもしょうがないよ。まあこんな感じで画像が変だけどさ、何がなかなかスムーズに行くときと行かないときがあるな。じゃあまあこっち行ってみよう。本当はあのもっとあの風車のとこまで行ってみたいんだけど、船戸じゃないや、浮間公園といったらあの風車なんだけど、なかなか風車に行きつけない。ほらほら、あそこに見える、拡大したらあそこに行ってみたいんだけど、あそこまで果たしてこれが行っているやら行かないやら。まあ普通の道路だったらストリートビューカーがずんずん進んでいくんだろうけど、ちょっと奥まったところまでは行ってくれるかな、どうかなっていう感じで、どこなんだ、うん、この左に行きたいんだよね、左に。あ、右に、あ、こっち行けるのか。果たして行けるかな。ここは車では行ってないから人間が担いで行ってるか、ゴロゴロ引っ張って行ってるか、カメラカーが、うん、ここら辺行かないとね、うん、せっかくのストリートビューで散歩はできないんだから。
おお、なかなかす、反応が鈍いよ。もう矢印トンとしてるのに。読み込みが遅い。まあ、パソコンだともう少しいいのかな。たまたま俺の iPad が処理をなんか遅いだけなのか。早く早くつけつけ風車のところへ。 イライラしちゃうね。でもまあこんなことやって、前はね、なんだっけな、お試しにやったのがセントラルパーク行ったんだよ。ニューヨークセントラルパークの敷地内をこうやってストリートビューで一周したんだけど、ああいうところはまあ現実には行けないから、浮間公園とかも 何回も行ってるんだけど、だからわざわざストビューで行く必要もないんだけど、どんなもんかなみたいな、喋り込みでこういうことも面白いなと思って始めてみたんだけど、お、右に矢印が出て、行けそうだったら戻れって。 ここは行けなかったんだ。じゃあこの方向か、もう少し直進してみよう。あれ、行けないの？ここまでなの？残念だね。せっかくあそこにほら見えているのに。まあいいや、今日はここまでっていうことで、こういうふうに、じゃあぐるっと周りを見回して、だいたいこの池の周りをぐるっと回って、歌なんか歌っちゃったりして、ギターを持って1回か2回行ったかな。キックボード持っても行ったし、ここ桜が咲く頃もまたいいんだよな。浮間公園、これはもともと荒川だったところなんだけど、荒川がこう極端な蛇行しているところを、工事してちょっと切り離しちゃって取り残されたのがこの浮間が池。そんな感じで、もうちょっと画面がスススーとスムーズに動きゃいいんだけど、タッチの反応が遅かったりして、まあこうやって喋りながら行ってみたいところ、あるいはもう何度も行ったところ確認の意味で、こういうのは調べたら、まあ、著作権とか関係ないらしいんで、 Google の正規な使い方で許されてるらしいので、営利目的でなければこういう画像を使ってもいいって書いてあったので、こうやって喋りを入れながらバーチャル散歩を 純散歩みたいなことを してみようかなと思いついたので、これから結構これをやっていくんじゃないかな。なんかマインクラフトの方も、面白いんだけど、あっちは架空の世界でこっちはリアルの世界で、これもね、もっと将来的にドリアルにならないかな、超リアルに。こういうのがいわゆるまあ流行りの、流行ってないと思うんだけど、流行らそうとしているメタバースっていう世界に通じるのかな。ゆくゆくはこの 通りを歩いてる人、もしもしーなんて声かけて振り向いてくれたら 面白いんだけど。 でなことで第1回目、ここまで浮間公園の巻おしまい。